皆さんこんにちは。長FM声の本屋へようこそ。このポッドキャストは読書インフルエンサーのふうねさんと働く20代から30代に夜寝る前の20分で読めるおすすめの本を紹介しています。またメッセージも受け付けていますので、ぜひ私長江やふうねさんへのメッセージ、紹介した本の感想、選書の依頼などをお送りいただければと思います。今回からですね、数回夏の特別編をお送りしていきたいと思います。大須にある図書室喫茶酒場本棚探偵から特別に出張でお送りしていきます。ということで、店主の中村さんにゲストにお付き合いいただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。1年ぶりくらいですかね。はい、どうですか。久しぶりです。ちょっと緊張されます。してないです。あ、よかったよかったです、はい、私もこの本棚探偵さんが大好きで、ちょくちょくは来てるんですけれども、ちょっと久しぶりに今回お邪魔しております。で、改めてお店について説明させていただきますと、名古屋市大須の路地にある喫茶酒場で、たくさんの本が置いてあって、これ何冊ぐらい置いてあるんですか。また増えましたよね。はい、増えてます。数えてないです。数えてない、はい、何冊だこれ、ね、すごい数。もう360度本みたいな感じの空間になってまして、もちろん本は読み放題で、しかも本も借りて帰ることもできるんですよね、はい、今1人3冊ですか、はい、1人3冊までレンタルすることができて、期限は無期限です。相変わらず無期限いや、長FM のスタッフも1年ぶりにさっき本返してましたそれでもいいと。はい、大丈夫です。いや、本当にね、なんか中村さんの人柄にもとってもこう引き寄せられるような場所になっています。で、ここでまた中村さんがね、本とってもお好きということで、また夏のおすすめ本を今回ご紹介いただこうと思っているんですが、はい、いいですか。はい、お願いします。たくさん用意してくださっています中村さんのおすすめ本お願いします。はいはい、越塩圭先生の楽園の殺人、楽園の殺人と川瀬七尾さんの法医昆虫学シリーズ。何ですか。3、4、5。法医昆虫学、法医昆虫学シリーズ、はい、が7冊。7冊か。はい、子供の頃に自由研究とかで虫の研究っていうか、虫のことをやった方いっぱいいると思うんですけど、それの大人バージョンをミステリーと一緒に楽しめるみたいな。ミステリーなんですか。全部ミステリーです。楽園の殺人もミステリーで、でこっちも全部ミステリーで、はいはい、で必ず虫が出てきます。虫、そう、虫嫌いなんですよ。中村さんは虫は全然平気です。あ、そうなんですか、はい、で、どうしよう、こっちからいきますか。あ、じゃあ楽園の殺人の方から、はい、どんな内容なのか教えていただきましょうか。で、楽園の殺人が越塩圭先生で、はい、愛知県出身のミステリー作家さんの本で、うん、で、これは何冊目かな、2021年に発売されているんですけど、うん、で2021年の12月なので冬に発売されてて、はい、で、まあ、2021年の冬に読んだんですけど、うん、冬に出てるんですけども、テーマが楽園で、うん、夏、常夏なので、あ、冬なんですけど、暑いって言いながら読むぐらい臨場感がすごい。へー、うん、で、まあ殺人は当然起きちゃうんですけど、うん、楽園の殺人なので、うん、その起きる動機とか、何ですかね、その動機がまた、その守るため、楽園を守るためみたいな動機で、うん、はい、動機もいいし、ミステリーも
がっつりあのクローズドものとか孤島ものが好きな人にはぴったりのあ、はい、やつです。え、私あの本当にそれこそミステリーは最近ちょっとちょこっとずつ読み始めたくらいで、はい、超初心者なんですけど、はい、クローズドものとか孤島ものっていう、はい、なんかそういう分類があるんですか。まあ孤島とクローズドは、まあ、似たようなもんなんですけど、うん、他の人が助けに来れない状況。なるほど、はい。で、はあはあ、必ず犯人は仲間内にいる。そういうことか。 それをクローズドものとか子供のとか、 子供のとか、はい、はあ、の楽園バージョン、楽園、はあ、はい、うん、じゃあ仲間だと思ってた人の裏切りみたいなことがあったりするってことですか。まあ大体 100% になる。でそれが誰かっていうのと、はい、でなんかちゃんと推理もできるように詳しいし、詳しく、はい、詳しいとか、あと動物、先生多分生き物がお好きなんでしょうかね、うん、あのデビュー作も蛇のお話、蛇っていうか動物のお話のミステリーだったんですけど、うん、鎖蛇のなんでお好きなんでしょうかね。これもその孤島なので日本のあの独自の生態系があるんですけど、うん、それも絡めて詳しく、へえ、殺人と結びつけてるっていう、はいはい、その孤島っていうのは実在する孤島ですか。いや、しないと思うんですけど、なんとなくその、ま、出てくるのはその小笠原諸島らへんみたいな感じで出てくるんですけど、実在するかどうかちょっと先生に聞いてください。聞いてみます。、はい。面白そうですね。面白いです、うん、結構がっつりですよね。ページ数もかなりある感じです。がっつりです、はい、がっつりだし、あの、うん、そうですね、312ページ、うん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 、なんですけどテンポがいいのであっという間に読めてしまいます。面白そう、はい、面白いですね。最近ちょっとミステリーに足を踏み入れたので、いいです、うん、私も読んでみようかな。はい、ぜひ。 いいですね、はい、なんかこう表紙、はい、もう夏っぽいですね。そう、夏っぽいです。もう海、本当に空、暑いって感じですね、うん、はい、今の時期にぴったりですね。ぴったりです、うん、いや面白そう、はい、あとは独自の生態系を守るためとか、うん、多分出てくる昆虫とかは実在するはずなんですけど、うん、それの詳しい、なんだろう、説明とかあって、中学生とかだったら、うん、これでもう自由研究終わるんじゃないかな。おー、すごい。読書して自由研究終わるなんて最高じゃないか。終わりそうじゃないですか。読書感想文も一気にできるし。そう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 。いいですね、効率がいい。効率がいいです、うん、ぜひちょっと皆さんに、はい、うん、ミステリー初心者でも結構楽しめそうな感じですか。楽しめます。 ありがたいですね、はい、いや私もぜひ読んでみます、これは、はい、そうなんです、面白かったですね。いや、そして気になるのがこの、はい、川瀬七尾さん、うん、川瀬七尾さんの包囲昆虫学捜査官、はい、シリーズです。シリーズ、はい、これも、はい、一冊ずつに、うん、あの虫が出てくるんですけど、うん、その一冊一冊で虫がその何詳しく書いてある虫が違ってて、うんうん、これがもう虫の生態系をすごく詳しく書いてて、はい、虫の生態系から殺人を解決するっていうすごい先生なんです。虫の生態系から殺人を解決する。そうなんです。すごくないですか。すごいというか、どう、はい、まだ私どうやってどうやってってなってます。うんね、うん、でもそこが見どころなんですよね。そうなんです。え、例えば蜘蛛の巣に引っ掛けるみたいなことですか。違う。なんだろうな、たあの死体に、うん、確か
死体に一番最初に来る虫は何かとか、でそこにそこの地域に一番いる虫がまた近寄ってきたりするんですけど、そこから読み解いていくすごい先生。へえ。そうで虫、あ、体の中にいる虫とかその現地で捕まえた虫とかを解剖っていうかその検査して、うん、でそこからじゃあこの人の死亡推定時刻は、はあ、そういうことか、そう、いつだとかで近所にあの花が、あの植物があるからあの虫はここら辺にいるからとか、そういうなんか何ですかね、嘘でしょっていう謎解きをしていきますへ、それがで警察は警察でもちろん本来の捜査をしてるんですけど、うん、まあ、先起こすんです昆虫学の方が、へ、はい、大体において、はいはい、で警察の人とタッグを組んで解決していくんですが、うん、何せ法医昆虫学があまりにも特殊なやり方すぎて、うん、で主人公が女性の可愛らしい方っていう設定なので、うん、ちょっと警察の人にも見くびられてるんですけど、その先生、赤堀先生っていうんですけど、うん、のことを信頼してる警察の方が一人いて、うん、その方がもうとにかくこの先生の意見は大事なんだって言って一緒に捜査をしていくやつです、はい、え、なんかその話聞くとドラマ化とかできそうですね。そう、本当できそうなんです、ね、もう本当してほしくって、なんなら次の巻を待ち望んでるんですけどなかなか出ないし、ドラマ化も待ち望んでるんですけど、うん、ただ虫の描写がちょっと具体的すぎて、うん、ドラマ化したいんですけど、うん、そこだけ覗けばできるのかな。もうなんか、そう、あの渦がいっぱいまとまった、うん、この本の中ではウジボールっていう名前がついてるんですけどウジボールウジボールとかが出てくるんで、ドラマ化できるといいなと思います。その辺も含めて、その辺はちょっとなるべく衝撃の少ない優しい感じの CG とかにしてもそうですね、毛糸で作るとかね、こうなんか、うん、そうですね、ちょっと可愛い感じ、可愛い感じ、ちょっとポップな感じで作ってもらえるといいかもしれないけどこれあれなんですか、まだ続いてるんですか、どうなんですかね。私は本当に心の底から待ち望んでるんですけど、うん、川瀬先生も多彩でいろいろ出されてるので、うん、ちょっとこれしばらく休憩されてる感じなんですかね。うん、うん、今は何巻出てるんですか。全部で7かな。7巻、はい、うん、すごい。これでも一冊一冊もかなりの分量だから、はい、読み応えありそうですね。ありそうですね。これも本当に昆虫のことがすごく詳しく書いてあって、うん、なのでもう参考文献とかも毎回すごいんですが、本当だ。え、その川瀬先生っていうのはもともと昆虫詳しいわけじゃないんですかね、もしかして。どうなんですかね。デビュー作は全然違うデビュー作、よろずのことに気をつけろっていう本で、それはなんか地方の伝承みたいなことを、うん、あのがテーマになっているので、うん、また全然違うんですかね。もういろんな本も書かれてて、うん、多彩な先生なので何でもできるんですかね。すごい、やっぱり一冊本を書くって他の本もいっぱい読んで参考にして、で作り上げるんですね。すごいですよね。すごいわ。うん、でこれもその大人の何自由研究みたいな感じで、うん、虫のことがよくわかるので、うん、これ高校生ぐらいかな、高校生ぐらいの、中学生でもいけるかな、自由研究に使えるかなと思って、うん、これも自由研究いけますか。お子様がいる方には、うん、まあ、でも読み解いた方がいいかな。読み解いた方がいい。結構グロい、エロはないか、グロい描写が多いので、大人の自由研究って感じですか。自由研究って感じで、そっか、はい、でまあ
お盆休みとかあるじゃないですか、はい、皆さん。なので、まあ、こんだけいっぱいあっても、うん、確かにいけるかなと、うん、だ最近の暑さおかしいじゃないですか。はい、おかしいです。もう海行くぞって言いにくいぐらい暑いじゃないですか。暑い。家でエアコンの効いた部屋で読書が一番いいですよね。はい、うん、そう思うと確かに一気に読めるかもしれないですね。一気に読めます、うん、はい、まあ、没入できるような感じのシリーズってことですね。そうですね、うん、寝る前に10分と思っても、うん、いつの間にか2時間ぐらい経ってます。なるほど、はい、いや分かる。最近ミステリー読むと20分じゃ止められなくって、はい、夜更かししがち、ね、そうですね。だからちょっと私には虫っていうところで引っかかってるけど、でも面白そう。それを超える面白さがありそうだし、はい、今野さんも、あ、本当だ。なんかあの虫と思わず引いたあなた、あ、虫と思わず引いたあなた大丈夫、たちまち引き込まれますって書いてある。はい、今野さん、今野さん、はい、今野先生が、あ、お墨付き、まあ、まさにだ、私だ、はい、虫って思わず引きました。でも大丈夫です、たちまち引き込まれる、はい、あ、そうですか、はい、え、虫の声が聞こえない、うん、これは、うん、本の説明、へえ、面白いんですよね。あ、ちょっと面白そうかも、はい、その今野先生の一言聞きますね、うん、ちょっと時間が取れた時に私も読んでみたいと思います。はい、受験現場には小指が3本とかもうワクワクしません。お好きでしたもんね、確か、はい、事件現場に小指が3本めっちゃ笑ってるじゃないですか楽しいあとまあちょっとコロナ禍もあったので、うん、解剖室で感染症発生、これは大変中村さんがめちゃくちゃ面白い、すごい楽しそう、もう大変、もう大変ですよ、はい、うん、これは大変だ、うん、いや確かにこの一言でももう引き込まれますね、はい、うん、皆さんもぜひちょっと時間が取れた時にぜひぜひ読んでいただきたいなと思います、はい、そしてですね、今回あの夏の特別編ということで、なんと中村さんから皆さんにある挑戦状が用意されました。これどういうことかと言いますと、あの中村さんに私が夏のおすすめ本ちょっと紹介していただきたいんですけどっていうふうにお願いしたら、本棚探偵のお客さんにいろいろリサーチしてくださったんですって。で、本当たくさんのおすすめ本が上がってきて、それをただ紹介するだけだと面白くないからという、もう中村さんらしい発想で、もう一つの文章にしてきてくれました。で、その文章の中にいくつかそのおすすめ本が入っています。何冊分のおすすめ本が入っているか皆さん考えながら聞いてくださいということで、これあの私の永江真美の個人的な X もしくは本棚探偵さんの X でまたあげようかな、あげますので、いくつ何冊ありましたっていう風にコメントしていただいて、当たった方には本棚探偵さんに来たら何かいいことがあるということでいいんですよね。はい、はい、いいです、はい、長FM からも何かしらあるかもしれません、はい、ということで、じゃあ皆さん心して聞いていただいてもいいですか。では、はい、読ませていただきます。中村さんからの挑戦状です。夏の厄災から数年、今年こそ楽園のような夏をと夏休みの空欄探しをするように、近畿地方のある場所の楽園の真下で楽園のカンバスを広げて、楽園の犬と戯れ、夏光を浴び、セミ返るところを見て、楽園の殺人を宿題に、偉人たちとの夏を過ごすんだ。さあ、8月。ひまわりの祝祭を受ける8月の御所グラウンドには、8月の銀の雪が舞い、僕たちはサマータイムトラベラーだと叫び、夏への扉をこじ開ける。月まで3キロのさざ波の王国では、夏を殺す少女に出会い、ひまわりの咲かない夏に遭遇し、ひまわり時計の殺人について考える。
到達不能局では面白南極料理人の作ってくれたごちそうを食べ、南極殺人事件を解決し、ペンギンは空を見上げる。まだまだ僕と僕らの夏は終わらない。産めの夏を片手に夏季限定トロピカルパフェをパクつき、怖い短歌を読み上げながら海の仙人に猫と罰について教えを乞い、数学者の夏にちょっかいをかけ、地雷グリコで勝負する。仙人と数学者も仲間にして、難問だった楽園の殺人に解を出し、夏の終わりのお祭りへ。今年も夜市が開かれる、という何冊この中におすすめ本が入っていたでしょうかという問題となっております。読むのも緊張しましたけど皆さんわかるかな、これすごいね、わかった方ははい、ぜひ、アナウンサー永井真美の X か本棚探偵さんの X でご回答いただければと思います。はい、まあ、正解していたか、あ、どうしようかな、これね、まあ、正解していた方にはプレゼントということですが、誰か正解しちゃってあなたが正解だよって言うとバレちゃうねあ、ちょっと本当だ、ちょっと考えます本当です ね盲点でした。まあ正解した分かっ1名ね、どうしようねちょっとここグダッとしちゃってますけど、本当だ、はい、まあ、おっしゃる通り分かった方は本棚探偵さんで答えを言ってみてください。そしたらいいことがあるかもしれません。はい、はい、ツイッターでもね、お答えいただいても OK でございます。とにかく皆さん謎を解いてみてください。まあ、夏の楽しみの一つにしていただければと思います。はい、中村さん、たくさんの本のご紹介ありがとうございました。ありがとうございました。協力していただいた皆さんも本当にありがとうございました。ありがとうございましたそしてエンディングの時間となりましたけれども、2回目のご出演いかがでしたか。楽しかったです。本当ですかありがとうございます、はい、中村さん、こんなにいっぱいおすすめできないので普段。あ、はい、本当ですか。はい、しかもだって虫読んでとか言えないので言えないですか。こんなにたくさんの本を紹介してくれるのも中村さんくらいしかいないですよ。みんなしたくてたまらないので、はい、ちょっと行ったらバーって教えてくれるちょっとこう何、普通に紹介しようとするんじゃなくて、ひねって紹介しようとしてくれるのは、なんかこう作家になりたかったとか。まさか、なんかこうすごくないですか。普通にやっても、普通にだって読み上げても、うん、つまんなくないですか。なんか、うん、すごいと思う。つまんないっていうか、なんですかね。まあね、でもちろん普通に読み上げてもありがたいんですけど、うんうん、そこにプラスして考えてくださるこの中村さんの なんていうのなんとか普段読まない人にもう読んでもらいたいというなるほど、すごい、この才能がすごいと思います。これはみんな教えてくれたから、うん、なんとか全部突っ込んでみようと思って。才能がないあります。本当に毎回ここに来ると新たなこう刺激をもらって、私も恐れ多い本当にそうです。ありがとうございます。こちらこそ。しかもなんか中村さんのすごい好きだなって思うところが、最初はちょっとこうなんていうの、テンションもね、落ち着いた素敵な女性っていう感じのテンションなんですけど本を紹介すればするほどどんどんこうなんかボルテージが上がっていく感じがして、本当に本が好きなんだなっていうのが伝わってきて、ありがとうございます。それも好きなところです。ありがとうございます本当に今回もたくさんありがとうございました。こちらこそ、またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。皆さんも聞いていただきありがとうございました。次回もまた聞いてください。以上、永井真美の永井FM でした。中村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。